おはようございます、ともさんです。本日は、これから本格的な冬が来るにあたって、冬の定番といえばダウンだと思いますので、本日はモンベールのダウンをご紹介したいなと思います。早速いきます。僕が今着用しているダウンがパーマフロストライトダウンパーカーでございます。本日は日常使いをメインに紹介したいなと思ってるんですけども、このダウン1枚持っておけば基本的にいけます。田舎の冬は、はい、それぐらいバランスがいいダウンです。で、基本的にモンベル製品なんでめちゃめちゃ暖かいですね。でかつこの製品なんかこうモンベルの作りなのかわかんないですけど、密着度が高くて基本的に風が吹いてても風通さないですね。でも風がもう本当に吹雪の時はこれファスナー閉めちゃって、これでもう僕は毎朝家の散歩行くんですけど、これでもう真冬でも行けちゃいますね。はい、それぐらいね、吹雪いててもこの寒さは感じないですね。手は冷たいんですけど、はい、手袋してください。この下半身からなんかこう冷気とか来る場合とかあると思うんですけど、ダウンでこのモンベルのダウンすげえ密着度高いんで、下からも風来ないですし、ここもファスナーしてみれば風も入んないですし、でここにこの下の締められるやつもあるんで、これ締めればもう完璧なんで、すげえ防風性能、保温性能が高いダウンだなと思いますね。でモンベルのダウンって結構種類めっちゃあって、これはなんか800フィルパワーのダウンですけど、1000フィルパワーとかもなんかこの上に1000フィルパワーのダウンもあって、で1000フィルパワーの方があったかいんじゃないのみたいな感じに思う人もいるんですけど、ですね、これアルパインプラズマ1000アルパインダウンですかね。これ1000フィルパーなんですけど、これ持ってるんですけど、暖かさでいうと僕の体感ですよ、こっちのパーマフロストライトダウンの方があったかいです。はい、なんでこれあったかいのかっていうと、そもそもね、こっち1000フィルパー使ってるんですけど、ダウン量が全然違います。こっちパーマフロストライトダウンとこっちの方が800フィルパーなんですけど、ダウン量が多いんで分厚いですし、こっちの方がねあったかいです。でこっちはあんま風を防風性能があまり高くないんで、こっちの方が暖かさを結構感じますね、着てて。こちらのやっぱ使用用途っていうか、冬登山を結構想定して考えられてて、軽量で持ち運びがすごく楽だよ、でかつ着たら保温性が高いみたいな。中間着もいけるし、山頂でアウターの上から着れるよっていう、多分そういう商品なので、なんで使用用途はちょっと変わってくるんですけど、800フィルパーでも全然あったかいよっていう僕の感想です。はい、でこのパーマフロストライトダウン、さらにゴアテックス仕様になってます。正確に言うと完全なるゴアテックスではないんですけど、ゴアテックスインフィニアムウィンドストリッパーファブリックスという生地になっております。これモンベルのホームページでも紹介されてるんですけど、この縫い目から結構水が浸透する可能性がありますよっていう、完全なゴアテックスではないんですけど、けれども結構質が高いです、このパーマフロストライトダウンのインフィニアムは。はい、ゴアテックスインフィニアムはっていうのは、これバーサーライトジャケットっていうんですけど、僕これ夏場でよく農作業の時に雨が降ったら結構着る商品なんですけど、薄いんですけど軽くて、でこれもゴアテックスインフィニアムファブリックスウィンドストリッパーの生地なんですよ。けどこっちの方がすげえ濡れます。耐水性能が低いっていうか、その分蒸れにくいんですけど、でこの感覚で言うと、こっちのパーマフロストライトダウンの、Gore-Tex インフィニアムウィンドストリップファブリックスは合ってるかなこっちの生地は質高いですね。全然水弾きますね、僕の感覚ですけど、まあ、日常生活を想定してなんか作られた感じがしてて、普段使うにおいて全然困らない防水性能あると思います、はい、全然山陰のベタ雪でも僕は犬の散歩をこれ毎日使ってますけど余裕ですね、はい、かなり質が高いと思いますこの段で。値段が27,280 円ということで、まあ、普通のダウンとしてはちょっと高いなって感じなんですけど、このダウンの質から言うとめちゃめちゃコスパがいいです。非常に性能が高いと思います、まあ、着てみたら分かるんですけど、モンベル製品ってやっぱこう登山とかを想定して作られた商品のだけあって、風を通さないとか保温性能、蒸れにくさとかも含めてすげえ質が高いです。このカモフラサイズダウン、これ1枚持っておけばもう田舎の冬はもう完璧って感じですね、僕の体感的に。冬の都市部だとこのダウンだと僕はオーバースペックだなっていう感じしてます。僕東京で働いた時、冬はユニクロのウルトラライトダウンで過ごす人だったんで満員電車とかめっちゃ暑いんで、このダウンだとちょっとオーバースペックかなっていう感じもするぐらい結構保温性が高いですねこのダウン、はい、田舎の冬ならちょうどいいですね、完璧ですね。これはパーマフロストライトダウンで、まあ、上のクラスになるとパーマフロストダウンっていうのが、まあ、あったりもするんですよ。そっちのダウンだと、例えば北海道の旭川とかマイナス20度とかもう行っちゃうところだと、まあ、そっちのダウンの方がいいかなって感じはするんですけど、まあ、普通のね田舎っていうかそのマイナス5度とかそれぐらいの冷え込みだったらもうこっちのダウンでもういいと思いますね。重量もそっちだと 200g ぐらい 550g なんですよね確かで、こっちが 350g なんで 200g の開きがあるんで、こっちの軽いですし、まあ、保温性も高いし風も通さないんで、だから非常にバランスがいいです。だからコスパいいですこの商品、めちゃめちゃ使いやすい。普段出かけるときはこのダウンでもういいですね、これ完璧だと思いますということで本日は、パーマフロストライトダウンパーカーのご紹介をしました。これから本格的な冬を迎えるにあたってダウンは必需品だと思いますので、モンベル製品でダウンを探している方は是非参考にしていただければと思います。ではまた次の動画で、さようなら。